だからその知識力が豊富やったんかな、まあ、名古屋におったということもあるか分かりませんけどね、名古屋A先輩いっぱいたくさんいて、大阪は僕はね、僕らはね教えてくれるような人いてなかったから、自分でほとんどね独学でいろいろやってましたから、まあ、彼はそういう意味ではものすごく知識力があって応用力があって、ものすごくそういう変化にいろいろつけること、もうやっぱりかなり早い段階から周りとは相当違ってました。まあそうですね、だから僕らは彼をまあ、僕だから、まあ、目標にしてたマジシャンやったらおかしいけども、まあ、マリックに言ってたけど大竹いうね、スプリッツ百瀬、大西俊夫、まあ、この3人僕ら4人一緒だったんですけどね、会社がね、まあ、その当時必死でみんな頑張ってやってて、で僕の考え方はね、この4人の中で一番かっこいいプロマジシャンになろう思ってたんですよ。いいかっこいいマジシャンね、うんうん、だから僕はまあそこそこ170ちょっとあって、ミルク来たら様になるやという自分ではいいイメージ、自分で勝手にイメージしてたんですよ。だからそういうマジシャンになりたくてなろう思ったんですけども、なかなかそれができなくて食えない状態でしょう、プロが。だからデーラーにずっと10年間やってて、それ以後にプロになったわけですけどね、うん、だからその頃からだから、マリックはずっとああこういうやつ、これすごいやついてるな思いながら見てましたけどね。その頃からだから彼はそういうその何をお客さんに見せたらいいかという考え方をものすごく研究してましたよね。どこに訴求すればその一般客がびっくりするかをよく分かってる、ね、そう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 ね、確かにね、人間を知っているというか、うん、だからこれをどういうふうに扱って見せたらお客さんがどういうふうに不思議がりからするかとかね、そういうことを常に考えてたんちゃうかな。で僕らも多分彼の同じマジックを見たけども、なるほどな、こんな使い方あるんかないうのは結構多かった、その当時ね。ありますね、僕らでもそうですわ。びっくりすることありますよね。そうそうそう、簡単なトリックやのにね、と思いながら見てましたけどね。こうフィルターがちょっと違うんですよね。そうですね。で何回か一緒に大阪の番組でね出演させてもらいましたけどね、まあ、それはそれなりにね彼とペアでマジックやったりとかしましたけども、まあ大したもんですよね、そういう部分ではね。はい、ジョニーさんが僕はこの中で一番かっこいいマジシャンになろうと思った、まあ、当時かなり昔なんですね、はいはいはい、今のお年になられて、まあ、昔そのこれだけマジシャン人生続けてこられて、うん、最初にジョニー・ヒロセが思ったかっこいいマジシャンになりたいっていうのの今何パーセントぐらい完成しましたか、うん、これだけ人生をかけてこられて。どうやろうね、な 80% ぐらいかな、 80% な、まあ、それはねファイヤーのアクトか宝石のアクトぐらいかな、まあ、カードと鳩のアクトはね、まあまあまあそれもそんなもんですかね、まあまあですわ、はい、うん、僕らは特にマジックやからね、で人を騙して楽しましてのなんぼやからね、うん、昔は見せるばっかりでしたけどね、やっぱりあの吉本入ってからお客さんに楽しもうでなんぼいうの分かりましたからね、特にね、まあ、普段あのその前の事務所に入ってる時も一般の、ね、営業のお客さんをやっぱり楽しんでもらわなあかんから、楽しんでもらうマジックをやっぱりやらないかんということはよく分かってましたけども、特に吉本入ってね営業でね、いかにお客さんに喜ぶ、まあ、お客さんに喜んでもらうイコール向こうのプロダクションがね呼んでもらった営業先に喜んでもらうということやから、リピートをもらうためにはそれがないとぐらいです、うん、それはね勝手に出てくるもんや思うんだけどね、勝手に、うん、だから自分が演じてるものでね、だら僕らが見てて、まあ、ジミーさんとか、まあ、僕の先生なんですけどもね、ジミー慎吾さんとか、あとは島田さんなんかでもそうですよね。だからあの見ててあのイメージ的にすごいなというこう伝わってくる感がやっぱり自然と出てくるマジシャン、まあ、僕自身はそんなあんまり気持ちはないんですよ。ただあの出したいな気持ちはあってもね、だマリックもそう結構オーラ出てますよね。最初のあのもう音楽でオーラ出てきますからね、彼の場合は出てきた時にね、だからそういうのも必要やけども、だから自分 の、 あのこれやいう音楽も必要ですよね。だからテーマ曲があるマジシャンなんてのは、ね、ほとんどいらっしゃらないですから ね、 ねえマリックだけでしょう、ね、あのテーマ曲出て世界的にも特番の、ね、回数というのが多い方、ね、ただあの音楽ねやってる途中であのジュリアナチェンがあの音かかるんですよね、手順の中にあの音が入ってるんですよ、
だから見てて、あ、この曲かいな思ってね。だからそういうことあったりありましたけどね。だけどまあ大したもんです、あの音はね。あの音かかればもうマリック思い出しますからね。はい、だから僕の考え方はね、音でこう作っていって、そのみんなほら拍手業者もらいたい思うでしょ、一回一回ね。僕違うんですよ、考え方が。オープニングに出てきた時大概拍手していただけませんか、大概出てくるわけやから。ほんで終わった時に一番最後にわっと拍手くれたらもうそれでいいんですわ。間で拍手もらおうと思わない手順に構成してるんです。ただもらえる甘は作ってますけどね。だから最初と最後にいい拍手があったらもうそれで僕十分なんですよ、マジシャンとしてのね、その10分間の手順は。だけどそのみんながほらそこそこで拍手欲しいと思うのはこれはまた別問題だと思うんですけどね。僕の考え方はそういう考え方です。いや、もともとね、あの内田君は大阪のコンベンションでね、第1回の何話のコンベンション ね特別賞僕渡してるんですよ、コンテストにね。その 1,2,3 位まで入れへんかったけど、だけどなんかあの高校生の割にはいろいろアイデアが入ってて、なかなかこの子ちょっと人と違うなというのがあって、でそれからでしょ、 海外行ってね、賞取ったのは で、ね、うん、でまあこういう子をね見て育てるためには変なマジシャンが変につくと結構だから自分の目的になってしまうから、まあそういう意味では妻とこ行ってちょっといろんなことを学んだ方がええんちゃうかいう話をしたことはあるんですよ。まあたまたま彼と飛行機一緒になって隣合わせになった時に、まあカードのテクニックとかあの吉田のちょっとしたテクニックを教えながらロサンゼルス行ったこともあるんですけどね。まあそういうことでちょこちょこしゃべる機会があったから、まあ、それなら妻とこ行っていろんなことの勉強した方がええんちゃうかなと。変に変なマジシャンに捕まるよりは、まあ、自分色に染めたからマジシャン、うん、まあまあそれよりはね、よりかはそうですね、まあ、リアリストである妻さんに預けた方がいいと、うん、変わった感覚持ってるね。その時ちなみにジョニーさんご本人が育てたいとは思わなかったんですか。いや僕はね、だけど あんまり人を育てること好きじゃないですからね。僕の場合は面倒なんですか。あ、面倒なんですよ、やっぱり僕より上手い子を育ててもしょうがないですからね。だから結果的にね、どういうのかな、もうほとんど出来上がってきてこっから先をどう育てるか、ね、なかなか難しい。だから難しい。だからうちにおった弟子をね、もううちとこに弟子に来た時も波紋にしましたけども、そこそこもう出来上がってるんです。だからもうこれ以上もう教えがないからもう勝手に見て覚えということでしょう。僕はもともとそういう育ち方してますんでね、人の見て覚える立場でしたから、まあ、そういう形の覚え方でしたから。だからこの仕事を始めてデーラーから始めてでこの世界入って自分一人でずっと一人でやってきて、ね、嫁も、ね、持って子供もできて家も買うてそれなりの一通りのことは全部一人でやってきましたから、それなりのことはやってきたつもりなんですけどね。まだそれ以上のことはやりたかったんですけどできなかったですけどもね。まあもうそれはそう幸せですよ。だからそれもうほんまにこれようこんないい、まあ、職業につけたなと思ってますけどね。まあ、周りを、ね、楽しませる商売ですからね、こんないい商売ないですよ、やっぱり、うん、皆さん喜んでいただいたらいいと思いますから、ね。